柴田でーす。今日はね、千葉県は亀山ダムというところにブラックバス釣りに来てます。真っ暗だ。そう、今日はね、今日は、現在が時間がですね、夜の2時30分。まあ、夜釣り、そして、こう、明け方を目指して、ね、夜釣りプラス、まあ、ちょっと朝釣りということで、今からね、この亀山ダムで釣りに行きたいと思います。今日は、ブラックバス釣っちゃうぜで、今日は、佐藤さんに連れてきてもらいました。おい。なんか言うことあんだろ、お前。すいません。1時間遅れてすいませんです。ということで今日は佐藤さんと超デカバスランカーやってやるからな。見てろよ。真っ暗や。今日の仕掛けなんだけどね、このスピナーベイトって言われる、これ一見して全然この魚に見えないでしょ。これがルアーの中ではかなり実は釣れるんだけど人気がないルアーらしいんだわ。まずね、スピナーベイトと呼ばれるこのルアーで今日は釣りたいと思います。水面にルアーが落ちた音はするけれども何にも見えない。ちょっとね、釣れないのでね、ルアーを変えます。ワームで今から釣るんですけど、佐藤さんはミミズと電気浮きで釣るそうです。用意してます。来た、すごい、よいしょと。おすごい、はい、来ましたすごいじゃん。これバスかな。どうぞ。え、バスじゃない。それバスだよ。え、これバスですか。バスだよ。これの主催だから。お、結構でかい。まあまあいいサイズじゃん。これ合わせる36センチ。すごい。どここれ攻めたお前。わかんない。ということで釣れたけど、これ死んだぜ。これ釣りました。でっけえバス。やったー。はい、これ流さない方がいいですか。あ、落ちた。あ、血があれだとそう釣れなくなるってやつですよ。はい、ということで、イエーイ、やったさあ、マジで釣れちゃったよ。人生初めてのブラックバス行きました。よっしゃ、これからどんどん釣るぜ、このワームで。ちなみにですね、佐藤さんはトップですか。それはトップだね。トップという水面を攻めるルアーを使ってます。お、あ、動いてる、浮き。あ、来た。来たよ。ブルーギルですね。まあ、贅沢だよ、君。来たぞ。ミミズ。さあ、どうだ。お、バスだな。バスだ。あ、でもまあ、お腹パンパンですね。あ、違う、これバスじゃないよ。バスって、あれだよ、ウグイじゃない。ウグイ、わかんない。俺もね、釣ったことない。もう完全に天ぷら。本当だ、バスじゃない。天ぷら粉みたいになってるけど今。お、お前人に慣れてんな。この辺の猫でしょ。お、変な声だなお前。おいおい、にゃんこ。お、慣れてんな人に。よく昔
魚釣ってると後ろから来たんだよ。はい。そいつが大きくなったんだよ。なんかみんな。なんかもらってるんですね。結構そこそこ肉はついてる。そんなわけでね、今が5時半ぐらいになったのかな。わざわざこの千葉県まで来たのは、あそこで釣るためじゃなくてですね、あれですね、あれあれあれ、なんとかボートが出る、ボートが出るんですよ。はい。あんな感じでね、ボートでバス釣りをするっていうことで、今日はここまで来たんです。今から、ボートでね、バス釣りしたいと思います。おー、すげー揺れるぞ、ここ。超揺れるぞ。よく釣ったよ。ちょっと重く、結構ビビってんすけど。どっち行きたい、上と下。こっち上流。こっち。こっち。はい。さっき行ったところだよ。こっち。あ、じゃあ上流行きましょう。はい。行ってきます。ということで、お前ら、出発だぜ、おい。あ、すごい。自動動く。あ、操作してるんですね。すげえ、これ。よっしゃ、ルアーはね、明るくなってきたしね、もう一度このスピナーベイトに戻ります。これね、釣れらしいから。釣れらしいんだけど、俺これまで一回も釣ったことないからね。ブラックバスを釣ったのはさっきが初めてだから。だからこの、いかにも釣れなそうなルアーで、もうね、釣りたいと思いますよ。お、ナイスキャスト。そういう障害物の周りを引くと、やっぱ太いラインで折り巻きの方がいいじゃん。あら、あー、気持ち悪い。あー、俺のスピナーベイト、あー、深い、意外と深い。 くっせ、くっさ、ガスが、あ、沈む。俺は何をしてるんだ一体。ガス来たの。くっさ。ガスだねこれ。これはひどいな。これはひどい。オールだけ拾っといて、ね、ああそうだ、オールだ、オールだ。そうだね。あ、寝かかりしたスピラーベイトをね、救出したわけなんだけどね、おかげでもうジーパンもぐしゃぐしゃ、ジーパンぐしゃぐしゃ、超くせ。いやもう最悪だよ、ひどい目に遭ってるわけなんだけどね。もう時間が結構いい時間だから、秘密兵器を出します。じゃーん、そう、名付けて柴田ベイト、俺の顔のルアーです。これでバス釣ってやるから。
泳いでる泳いでる、あ、俺が泳いでる、俺が。皆さんに残念なお知らせがあります。シバターベイトがですね、飛んでいきました。まあね、ショックな出来事ではありますが、まあ実はシバターベイト量産できる体制に入っているので、次回までにね、もう一匹作って用意したいと思います。まあ、今日はちょっとね、シバターベイトは釣れませんでしたけども、ちょっとバス釣り再開して釣れるルアーでねやりましょう。まあということでね、シバターベイトもなくしたことだし、初心に帰ってね、この明け方釣ったこのワームでねやりたいと思います。うん、やっぱね釣りたいね、バスをね、ちゃんともう一匹船でこれで釣りましょう。佐藤さんが何やら不思議なことを始めました。俺が琵琶湖に行った時に、琵琶湖の地元民が、兄ちゃんルアーなんか投げとっても死ぬまで釣れへんと、今の時代はこれや言うて教えてくれたのがこのギル職人、日本で釣れてるんだけど、はい、それもこの釣り方で釣ってんね。頭に引っ掛けてますね、針を。うん、これはまあ背中、背びれね、引っ掛けて、わっ、わわ泳げる。まああとは好きに行ってください、ブロギルさんと。わっ、めっちゃ泳いでる。めっちゃ背中に針ついてるのにめっちゃ泳いでる。今がね、だいたい10時ぐらいですかね。まあちょっと当たりもないんでね、今日はここら辺でやめたいと思います。まあそれでも、シバターベイトはなくしたけれども、今日バス朝1匹釣ったから、初めてルアーでブラックバスを釣ることができました。はい、ということで、シバターのバス釣りでした。これから帰ります。泳いで泳いで帰りますね。